こんばんは、つながってますね。ちょっと紹介の仕方悪かったですね。あんまんないと、三崎慎太郎、しんちゃんです。よろしくお願いします。今月はちょっと早めで1週間早くなっちゃいましたけども、はい、いや全然全然、ちょっと今回はスティービーファンが来てくれたということで、いや噂にはあの友達だって話聞いてたけど、はい、いや俺は本当かないと思ってたんだけど、いやだってほら海外と大体がスティービーファンがここで日本で人気あったって、はい、しんちゃんがまだあの HMV かな、そうですね、いたところでしょ、うそうですね、だからでここでブイブイがしたの、彼と初めて出会ったのがもう15年ぐらい前かな、多分、いや多分それぐらいになると思う、はい、それぐらい前なんで、はい、なのでそれからのすごくこういろいろ親しくしてくれて、そもそも知り合ったきっかけっていうのが、あ HMV で彼の CD を、うん、そうですね、たくさんこう売らせてもらったのがきっかけで、はい、だから僕がねバイヤーとしてこう成功、はい、っていうかまあいろいろいい、うん、よくさせてもらったのも彼のおかげ、彼の CD が、じゃあ そんな彼をちょっと呼び込みましょうか、はい、今夜のゲストスティービーファンです、ハロー、You are good now。Yep. Hello, everybody. It's great to be back in Tokyo. I want to say thank you for DJ Onishi for having me today on his show. あの本当にようこそという感じ で今日あの通訳で来てくれてるのがあのマイクチャンピオンやあのデニハイズの時にも来てくれたリノさんです。こんにちは、お久しぶりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今日はよろしくお願いします、はい、であのいろいろ聞きたいことは山ほどあるんですけど、はい、まず僕ね彼の音楽を初めて聞いたのが、うん、あやっぱりさっき言ったように ABEX の時だったんで、うん、彼がね、うん、その時に彼のサウンドっていうのが音楽の原点、昔はあの彼はミュージシャンになろうと思った時の聞いてた音楽っていうのは誰に影響、うん、who is your the who is influenced you yeah you who is the inspiring? Oh well, when I was young, when I grow up, I listened to a lot of Michael Jackson, Boys to Men, and my favorite biggest inspiration is a singer called Joe. Joe. My favorite. Wow. Yeah. だからやっぱり僕が好きなルーツをたどっていくから、やっぱりやってる音楽、されてる音楽がやっぱり僕が好きになる原因の一つだったんだろうなって。そうですよね、うん、あで、出身がロンドン、mm-hmm. Are you from London? Yes, I was born just outside London in a place called Birmingham. Ah, Birmingham というロンドンのね、あの始めのところに住んで。I moved to Birmingham. I'm sorry, I moved to London when I was just one. Ah, one. So I lived there all my life. Okay. Ah, 1歳の時にあのロンドンに越してきて、それからはずっと、はい、ロンドンにいると。はい。で、あの初来日っていうのがやっぱりその ABEX から出た時ですか。Ah, so it's the first time.When is your first time come to Japan? Oh, is your first album released? Yeah, so many years ago. The first time I came to Japan was, I think, 2006, 2007. Oh, 2006. Many, many years ago. この番組は始まってましたけど、まあまだまだあの2時間番組だった頃で、2006年だから番組始まってまだ3年4年ぐらいのかな。It's two or three years he started this program. So. Oh wow. Yeah, everybody get old now. みんな年取りましたね。それで当時はだから僕サンプルをもらうとかっていう習慣というかまだほとんどなかったから全部自費で買いに集めてたもので、oh, he, all things he それで見つけたのもやっぱり あなたのスリーフォアの楽曲だったかな、especially for youalbum he bought. Thank you so much. 間違いなくこう2000年代に日本で最も成功したシンガーの一人だろうね。He was the most successful singer in Japan. Oh yeah, I'm really like had a lot of success in Japan. So I want to thank all the fans. そう、日本のファンの方に本当に感謝しています。当時だから僕ね多分テレビコマーシャルも流れてたと思う。ああ、そうだ、TV コマーシャル。うん。Yeah, the streaming view, maybe? Yeah, yeah, mm-hmm. I mean, I'm lucky enough to have so much support in Japan from like 2006.
to now, a lot of people still listen. So I just want to say a big thank you. その時の CM とかのおかげでたくさんのファンの方が今でも聞いてくれる。あの時の CM のイメージがやっぱかっこいい。当時はまあ ABEX がガンガン CM 流してたんだけど、だけどその中のワンアーティストでスティービーファンが入ってて、あの繰り返しリピートで、リピートでね、repeated in the CM.Commercial. Really? Always, yeah, yeah. And then everyone knows. Yeah, probably. それだけね、動員力もあったの。そうですね。間違いないですね。Oh, I didn't know. あ、知りませんでした。まあ、それはそうだね。あ、それで、あ、今回日本にはどれくらいぶりなんですか？ああ、そう。How long? The interval. The years. How many years? How many years you didn't come to Japan? The last time I came to Japan was 2015. 2015? Ah, okay. So maybe 9 years? Yeah, そうですね。9年とか、くらいぶり。ちなみに今かけてるこのアルバムが2015年。Yes. This was my last album. Forever was my last album in 2015.いやでここからあの ABEX さんから結構 P バインとかいろんなレベルを、ね、いろいろ行って Yes, I moved to P バイン and released Undiscovered and Secrets Yeah, I love this both of them. Oh, thank you so much. あ、そうですね、これ時間になるんですよ、またしんちゃん、あ、はいはい、お便りで、あ、で、スティービー・ホーンには英語できてるので、あ、おお、これじゃあちょっと英語の方も同じ文章だけど下の方に、あ、さっき、ザブトンさん、あ、さっきの、あ、さっきね、ちょうど見せたんで、あ、見せた、そう、あ、セームメッセージ、じゃあちょっと しんちゃんそこだけ読む、あ、はい、いいんですか、あ、はい、リバーブリバー、はい、どうぞ、はい、ザブトンさんからメッセージいただきました。スティービーファンは西崎さんが僕の一番の親友とナイトで何度も紹介し、大西さんも頻繁に彼の楽曲を番組でオンエアしているので、まさか今回が初めてのゲスト出演とは思わないほど、我々ナイトリスナーには特別に、親しみ深いアーティストです。ここ日本では2019年に P バインからリリースされたアルバム Secrets が CD としては最後になっているようですね。その後はやはり時代の流れで楽曲は配信主体のリリースという状況ですが、私としてはやはりフィジカル版として CD のアルバムリリースを待ち望んでいます。特に Secrets の日本版 CD には西崎さんに宛てたスティービー・ホーンの熱いメッセージが記されていました。こういった思いの込め方がフィジカル版にはできるので、やはり CD が欲しいなと思うのです。もちろん配信主体になってもその楽曲の素晴らしさ、年齢性別問わずに聴く者をうっとりとその世界に浸らせる魅力は変わるものではありません。今夜のアーバンナイトでは、昨今や今後の動向など生のスティービー・ホーンの言葉を聞けることを楽しみにしていますと、ザブノさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。なるほど、あ、もう2番聞いてます。じゃあちょっと今後の展開というか、うん、今後というか今の段階で、どういう活動状況になってるかっていうか。Ah, so where are you now? Oh, as a singer? Okay, well, I am independent singer now. And so I'm independent. Yeah, yeah. So I still release music, I write music, and I feel like I can't stop because music is a part of my life. Yes, yes. So I have to keep working on it and keep going. Yeah. もちろんインディペンデントのあのレベルに今いてんですけれども、あの私の体のもうパートね、音楽は一部なので、もう何も僕を止めることはできず、あのずっとあの活動し続けていますということですね。で、あのそうだ、日本でせっかく来たから。はい、今回どっかこう、都内でもいいし、どこでもいいし、行きたいところっていうのは。Do you want to go somewhere else in Japan this time? Well, this time I'm spending some time in Tokyo, and then I'm going to go to Osaka. Yeah, yeah, 東京の後、大阪に行くんです。大阪？はい。Yeah, I'm looking forward to going to Universal Studios. Ah, Universal Studios. Yes, shut up! でもスティービーのインスタグラム見てると、結構あちこちの国のユニバーサルスタジオに行ってる動画が結構上がってるから。Universal Studio Japan, you love? Yeah, Nintendo World. Yeah, looking forward to it. 変な話、ディズニーランドどっちが好き？Oh, so how which is preferred, Disneyland? Oh, well,
Tomorrow I'm going to Disney. Oh, really? Disney Sea. Disney Sea tomorrow. Yeah. So I'll let you know which one I like. Yeah. そこでわかると思います。そういうことなんですね。あ、で、あの、この後もし、あの、自身の中でアルバム等が作れるチャンスがあったら、あの、どういうタイプの曲を作っていくか、今現在のスティービー・ワンダーとしては。So what kind of, like, kind of, important things do you like, to express your feeling now about the music?Things like a kind of a ballad or Well, the music I listen to now is I like to listen to all the classics, the old music, and in terms of artists, I like Bruno Mars, Ed Sheeran, Charlie Puth. Yeah, these are my favorite singers. Ah, でもブルーノとか歌ったらでも似合う。ね、多分はい、もう、It suit you, he said. じゃあちょっと一曲あの今度は。これが多分オールナイトロングっていうのはあのアルバムからのファーストカットなのかね。そうですね、確か、はい、あのセカンドアルバムからのだよね、はい、今日久々、あ、番組では久々でもないから、この間もかけたけどあの今日せっかくゲストで来てるんで、うん、まあ、スティービー・ホワンといえばという、言わない、間違いないですね、言わんばかりの曲なので、お聴きいただきましょう、はい、オールナイトロング。今夜スタジオにイギリスからスティービー・ホワンを迎えてお届けしてます。で、アーバンナイトはちょっと前倒しで今日お届けしております、はい、西崎のしんちゃんです。ありがとうございます。いや、だけど今もなんかマイク風のところで盛り上がってたけど、何をみんな大爆笑したんですか。なんかまあ、うん、やっぱこうベストアルバム出せるアーティストって、はい、本当にいっぱいアーティストいるけど、限られてるじゃないですか、はい、中でこうやってやっぱスティービーはもうベスト出してから10年以上経ってるんで、もうもっと今たらまああと2枚3枚と出せるぐらい曲も溜まってるし、やっぱりねこう続けるって大変じゃないですか。そうね、うん、それやっぱできてるスティービーはやっぱりこう音楽が一部っていうのはやっぱ伝わってきますよね、僕ら一ファンからしても。だね、だってしんちゃんがさっき言って初めて会った時からするともう15年ぐらいの。そうですね、多分だから、はい、僕ら年が近いんですけど。そう、しんちゃんに近いんだよね。そうですね、20代だったんで。あ、当時はね、はいはいはい、当時は40代になったんで。あ、でも大阪のコンマさんからも来てるんだけど、はいはいはい、ね、コンさん、はい、わざわざ英語で書いてくれてるけど読むのは俺だけど、要はまずさっき言ったように大阪に行ったらお好み焼きは食べたいですかって聞いたんだけど、Oh yeah, that was one of my favorite food. When I used to come to Japan, I used to have it a lot. Yeah. 好きなんで、お好み焼き。I have to find it this time around. Yeah. ちょっと待って。お好み焼き。お好み焼きはどこで覚えたんだい？ Ah, so where do you know about the okonomiyaki? Oh well, last time I came, the AVEX team, they took me to the restaurant to try it. AVEX のチームの人が教えてくれたそうです。じゃあ、あの、食べに連れてて日本といえばっていう感じで、その大阪とか行った時に。そうみたいですね。それからこの大阪コマさんは大阪にね、名前の通り住んでらっしゃって、で、あの、さっき言ったように大阪に行きたいところって言ったらやっぱりユニバーサルスタジオジャパンですか。あ、そう。あ、他はどこですか。ユニバーサルスタジオジャパン以外。Where are you going? Wants to go in Osaka this time?Oh, this time I just want to eat a lot of Japanese food. Ah, so many delicious things in Osaka to eat. So I'm looking for it. So I've been away for a long time, so I really miss the food. Yeah. So I haven't been here for a long time, so I really miss the food. Yeah. So I've been away for a long time, so I really miss the food. Yeah. Have you ever heard takoyaki? Takoyaki is a kind of okonomiyaki, but it's tiny balls.Oh, I never tried it. Sounds good. Really? I want to try it. 食べたことない。そうです。意外だったな。確かに。絶対好きですね。すいませんね、僕中学英語でね。他にも、あと個人的にやっぱ聞きたいことは、あの、今回はどれくらい日本にいるのかな。Ah, so how long are you staying in Japan this time? So I've been in Tokyo for...About 3 days now, so it's 5 days in Tokyo and then 5 days in Osaka. Ah, so 10日間。じゃあそんなにもあれだ、5日間ぐらいだから。もう2月の終わりには帰られるそうで。はい。Yeah. 今のイギリスの気候ってどうなの？Ah, so what is the atmosphere in London? About the weather? Oh, the weather is the
Same. Very similar. January is always January is always very cold. Very cold and raining. Yeah, that's why in Italy the weather is always raining. Before, every time I used to come to Japan, it used to be hot summertime. So this time it's like cold, so it's a bit different. Yeah. Yesterday or the day before, we have a really good weather. So it's kind of spring. I just hope tomorrow when I go to Disneyland, it's not going to rain too much. Yes, okay. Fingers crossed. Yeah, but Stevie Ho's口からディズニーランドがユニバーサル・スタジオ・ジャパンだなんて思わなかったから。It's surprisingly you said this one or USJ. とにかく僕のイメージの中はもうとにかくかっこよくあの歌ってるであの昔のテレビコマーシャルで ABEX のコマーシャルでとにかくかっこいいステージシーンしかなかったから。So he knows about you like a really cool singer on the stage. So he never thought like you said.Tokyo Disneyland or Universal Studio Japan, so it's so unique, he said. I know, I'm old, but I'm like a child. I'm like a children, yeah. 僕は子供なんですよっておっしゃってます。でも顔はやっぱりなんかベビーフェイス、ベビーフェイスのアーティストなんですよ。You look like a really young girl. Oh, thank you, you too. あなたもそうですね。もう時間なのであの最後にリスナーの皆さんにメッセージをじゃあ、Do you have any messages to your fans in Japan? Yeah, I just want to say over the years I've had such great support from Sorry. Are you okay? Take your time. Oh, I've got a cough. まあまあちょっといっぱい飲んでねえ多分思いが溢れてはい So, whoa. My voice is gone. It's okay. It's okay. Maybe dust or something. Yeah, yeah. Take your time. It's okay. なんか変だけどちょっとなんか咳とか出て変な声が出ちゃうからちょっとお待ちくださいっていうことです。Yeah, so I just want to say a big thank you to the fans, and it's great to be back in Japan. 日本に戻ってこられて本当に嬉しいです。もういつも本当にサポートしてくださってありがとうございます。Thank you so much. ということで、はい、あのじゃあ、 あの新作ができたらまたね、あのぜひ番組を届けてもらいたいし、So if your new album is released, and then please come back to Japan.Oh, that would be great. Yeah, of course. Very happy. Then, またね、スタジオにもぜひいらしてください。So you, he wants to come to you like next time here. Yeah, yeah, definitely come to with your new album. So. では、お別れの一曲はなんと、あの久保田利伸さんのラララブソングを歌ってるんですよ。聞きながらお別れです。今夜のゲストはスティービー・ホワンでした。そして通訳はリノさんでした。ありがとうございました。しんちゃんもありがとうございました。ありがとうございました。